大塚ちゃんスロットです。今日はですね、こちらの 2.6 ホグが京介になっちゃいましたバージョンやっていきたいと思います。ということで、はい、26のね、まあ顎がね京介になって、まあついでになんか5がクエイクになったね、なんか新型のホグが今ね使われてますんで、今日こっちでやっていきたいと思います。まあ、2.6 ホグはねクラロワで一番使用率の高いデッキなんですけども、まあそれがちょっといじられたっていうことで、まあどんなもんかね、はい、やっていこうかなと思います。でなんか5じゃないので、まあラバだけはちょっと嫌だっていうねデッキです。はい、ラバだけはちょっと嫌だなっていう、なんかゴラとかまあそっち系の方だと5じゃないんですけど、結局巨大スケルトンのね爆破が結構活躍してくれると思うんで、まあ京介プラスの、まあなんだろう、もう本当にね1コスとか大砲とかでまあ何でも守れると思うんですけど、まあ空はもう気合ですね。はい、ってことで今回の相手はスーパーちゃんで、スパーキーとかもまあ京介でねドーンでいいので、さあまあまあまあ出さなくてもそうだったら出さなくてもいいんですけど、出した方がそうだったら出そうかなぐらいで、はい、よいしょ。さあでこれの強みがね、マジでこの京介がね強いので、ここにホグライダーいけるだけで熱いんですよね。そうにゃーん、すんごい相手もすごいすごいの飛んできたな。あーこれあれだな、ファイスピで守りたいねのホグダイ、ホグで耐えて、いやいいよ。あーこれやばい、これ絶対ザッパるっすよね、ないかな。ありましたー、やっぱり。いやーでも1コスが強いんでね、支えてく、これいうね、ガゴガゴちょっとまた嫌だな。ガゴガゴだとよりファイブの方がええやんっていう話にもねなると思うんですけど、そんなことないんですよ。はい、もうガゴはね、てかまあガゴガゴ系は京介のねバカで頑張っていこうか。あとはファイスピーっすね、ファイスピーもめっちゃ強いんで、ファイスピー2周回すみたいな感じでいいと思います。はい、さあこれなんか相手甘えてるっすよね。よいしょ。さあ甘えた攻めはまあね、大砲が壊れたんでね、大砲でボコボコにしてあげようか。で、あれどうしよう。まあ、あれはまあ一旦京介でね。さあ。で、まあ、逆サイドやりながら、カード回しながらね。よいしょ。さあ、これ爆破で、スパーキー解けないんですけど、ある程度のダメージはね、入ってくれると思うんですよ。よいしょ。いやまあ大砲強すぎじゃね、火力これやばいっすよマジ、大砲が、いや大砲やばすぎじゃね。あ、これウッド打てばさ残ったかもね。はい、でこっからの強みはもうクエ削りっすね。いややばいなこれ何が強い、何が壊れて、キョスケが壊れてんのかマスケが壊れてんのかね、マジで何が悪いんだこれ。クエが悪くないよマジで、キョスケのこのタフさがねいい味出してるっすね。よいしょ。さあ大砲が最強、いやあと京介のこの安心感もねあるっすよね。よいしょいや硬すぎ、これやばいよね。でクエイクウッドでっていう、いやガゴムレとかにね戦えるならねもう全然十分すぎるよね。ファイアボスじゃなくて、まあクエイクの良さもねされつつ、クエイクウッド圏内かなこれはもう。さあクエイクウッドね、ダメージ減ったものの、言うて、最後の削りにはね、はい、めちゃくちゃ優秀ですよと。いや、マジで、鉄壁、京介、大砲で、すべて守って、まあ、最後削りがね、大変だったら呪文で削れ、ホグ入れば美味しいし、みたいな感じの、2.6 ホグの、鉄壁バージョンですね。はい。防衛が硬くなりましたね。まあ、なんだろうな、ファイボの方がやりやすいって方とか言ったら、ファイボでも全然いいと思うんですけども、まあ、ファイボにしちゃうとね、施設に対してね、やっぱアイゴリじゃない分、施設突破が難しいので、相手の大砲とか、そう、高回転施設に対しての結構勝ち筋が結構難しくなるので、まあ、すべてに勝つってなった時に、クエイクですね、はい。じゃあ、来ました。エレジャイくん。いや、マジ、エレジャイもなんかもう、息をするように、いるかな。ね。本当に。さあ大砲が強い、いやマジで最近のクラロワあるある、巨大スケルトンやばい、
まあ、エレジャイもぶっ壊れ、影でやばいやつ、大砲です。はい。エレジャイにも入るし、こういうデッキにも入るし、実は影で結構やばいカードなのが、まあ、こいつなんですよね。大砲。そう、3コストで陸すべて守れるっていう、どうやったらその考えになるっていうか、どうやったらそうなるんだっていう。さあ、まあ、ゴールナイもね、壊れてますけどね、当たり前に。朝来ましたね、はい。マジで、エレジャイに大砲はね、理解できない。いやー、今回のこの相手、これ、呪文が、クエイクじゃないことを祈りながら、あ、でもロケットだったらやばいかな。いや、ロケット説はね、ちょっとあるっすね、これ。いやー、入らんか。トルネロケット説、ありそうだな。さあ、で、まあ、ホグは出したいんですけど、普通に出しても金起動されるだけなんで、こういう時に出したいですね、出すなら。さあ、で、ちょっと、ちょっかいかけながら。いやー、でさ、トルネード使った。いや、これはめちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。しかも、なんか、やってんな。はい。ミラートルネ大失敗。熱々バスケも入ってる。よし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 。そう、もう、今のは、まあ、ホグを飛ばしてないから、キョスケだと思わなかったのか、まあ、わかんない。わかんないけど、ホグをね、耐えたのが良かったですね。まあ、高回転キョスケデッキになるわけですよ。ホグデッキなんですけどね。ホグデッキを化けさせられるんですよね、このデッキは。そう。よしよしよし、さあ。あ、マストルやめろよ、マストル。さあ、これやばいけど、結局、もうね、大砲回します。まあ、ライトニングなのかな？いや、ロケットだな、これ。絶対。こんなに出てこないってことは。さあ、爆破と大砲で、うい。もう LJ2 体とか何も怖くないですからね。まあ、これも全部結局ね、悪いのは大砲なんですよ。そう、で、呪文削りかな、し始めて。さあ、しっかり大砲置いて、あそこでハゲてほしいな、ゴルナイ。よしよし。さあ、トルネード使ったので、まあ、ホグ飛ばして、クエクで削りながら、いや、強っマジで。マジで、なんか全てが強いな、このデッキ。さあ、ウッドクエク圏内ですね。大砲あれば何でも守れちゃうな。よいしょ。はい。やばいね。まあ、このキョスケのね、安心感もいいんでしょうね。さあ、環境のね、ぶっ壊れトルネミラーエリジャイゴルナイ。はい、ボコボコですね。これボコボコにできるの熱いね。これ。まあ、でも、どうだろうな。キョスケがまたいい味出したのかな。アイゴレだったら多分ね、引きこもられて、ロケ削りされて終わると思うんですけども。まあ、このクエイクなのと、まあ、巨大スケルトンがまたいい味出しましたね。はい。巨マスクエイクでも削れるんで、巨マス攻めですね。はい。の追加ホグ。いやー、今回ね、相手はウッドコウモリ迫撃か、な？迫撃かなっていう感じですね。さあ。痛い。迫撃ディガーのスケキンスケブっぽいけどな。どうだろう、俺の予想はそうなんですけども、まあ高回転ホグクエイクは強そう。さあ大砲、あー縦線か、これスケブだったらマジで熱かったっすね。まあまあ縦線はね、クエイクウッドまで打たなきゃね突破できないんでね。さあ、まあ全然相性は悪くないですね。でこういう相手には全然強スキをね、出さないでもいいというか、あ、痛い。もう出しちゃったんですけど、ディガー受けるように、受けれなかったんだけど。まあまあまあ、なんかこれも強組んで、お、相手もなんだ。相手も迫撃強スキなんだ。さあさあ、でもこれ、美味しいことに、強スキのバカで、結構行かれてくれるっすよね。さあ、ウッドで縦線剥がして、いい。迫撃にまでキョスケが入ってきてる。さあ。やばい。あ、待って、これは、若さが足りんかっただけです。マジで、若さが足りんかったけど、なんか知らんけど、勝手にめっちゃいいカウンターになってない？縦線かな？うわ、いいウッド。
あ、待って。キョスケが、キョスケが、キョスケ届いてんだけど。そんなことある？ちょっと待って。なんで？相手が、まあ、4コスぐらいで、めちゃくちゃいい攻め反撃をしてきたんですよね。それを、僕はただ受けれなかったんだけど、まあ、なんか受けれなかったのが逆にいい感じの許容になって、ね、キョスケマスク作れて相手はコストなくてみたいなね。ラッキー。反応遅かったのがね、逆に良かったわ。許容になってね、相手の攻めすぎっていうことになりましたね。さあ、すごいな。キョスケにホグ出すだけで勝てるっていう。2.6 ホグの100倍ぐらいデッキパワーありそうっすね。マジで。よしよしよし。しかも守りも硬いからな。なんかやっぱクエイクデッキってね、守るのが大変なんですよ。そう、削れるんですけどね。防衛が大変なんですけど、このデッキだと、防衛も楽ちん、セーフも楽ちん。いや、めっちゃいい。デッキパワー高いホグだ。ガチでいいな、これ。さあ、来た。よろしく。まあなんか大型系は大変そうだけど、言うてキョスケでなんとかなりそうっすね、本当に。さあ、ファイスピー。ファイスピーもなんか火力高いかな。なんか困ったら流しとけば結構防衛にも活躍してくれるんだね。さあ、ボンバー来ました。まあ、ボンバー、エリジェイじゃねこれ。やつでしょ、これ。いや、ワンチャンあれもあるな。ドリル。さあ、何も来ない。何も来ないぞ。いや、ドリルか、エレジェイカーだと思うんですけど、これね、ホグ飛ばして、トルネで近起動されるのが一番嫌なんですよね。いや、どうしようかな。これはもう、エレジェイだな。ゴブドリボンバーでしょ。エレジェイっすね、はい。で、インドラ型かな、多分、マザネが入ってない。そうっすね。インドエレジェイの顔してますね。まあ、これちょっとぶち抜きたいな、でも。よいしょ。さあ、ぶち抜きながら、剥がれろ。さあ、強。まあ、これ全部、相手こういないんでね。いや、これ、トリネ使ってきてくんねえかな。あ、さあ、来ました。ホグだと知らないかな、これ。で、トリネない。オッケーオッケーオッケー。さあ、ダメージね、確実に稼いでこう。いや、これ強いな。マスケに攻めトリネ使っちゃうもんな、普通。で、問題はこの、走る野郎ですね。こいつのね、処理がまた大変なんですよね。そう。おお、走り方独特だな。さあ、まあ、耐えて、いやー、これ強要もったいないかな。いて。からの、強ホグ行きたいみたいなとこある。やりすぎか。まあ、施設もある、トルネもある。まあ、一旦行って、ああ、これ、トルネ絶対使うな。まあ、でもトルネ、あ、そっちそっちで取れる。これだって、キョスケさ、今、檻に戻せば守れるでしょ。なんで？今のはちょっと、ねえ、諦めの早くない？今だって、トルネでキョスケをタワーに、タワーっていうかゴブ掘りに無理やり持ってきたでしょっていう。ね。メンタル、お豆腐星人やん。ちょっとあんま言えないけど。ね。お豆腐メンタルってやつですよ。本当に。いや、強い。まあでも、多分、普通にエレジェイがね、相手の呪文がわかんないけど、大砲の突破がやっぱ難しいから、まああとはちょっと俺のね、圧によってね、はい。あ、こいつ強いやつだ。あ、こいつ強いやつ無理だってなったんでしょうね。でないとね、はい。そうです。おかしいですから、はい。さあ、よろしくねんと。いや、マジででも、ホグでこんなにデッキパワー高いのはね、えぐいっすね。もうホグなのか分かんないしね。キョスケ。キョスケデッキ。さあ、で、相手が今スケバレなので、まあ、バレバレっぽい顔はしてる。さあ、バレバレっぽいですよね。非常に。もうこれホグ飛ばしてクイックドーン打ってけばいいんじゃねってなるんですけども。まあ、一回待とうかな。さあ、いや、どうせホグ飛ばしてクイック打つだけか。インフェ？よい。さあ、まあ、バレバレインフェって感じかな。インフェだとね、キョスケがやっぱあんま働かないっすよね。まあ、でも大砲が優秀だな、これ。スケバレ大砲で抑えられて、バレルはウッドすればいいだけなんで。なんならバレルなんかね、スケファイスプとかで共有できたら、攻めでウッド打てる。あ、すごい。
これも大砲で全部ぐっちゃんぐっちゃんにしてやりたいな。いや、あの吹きは嫌だな。どうしよう。でもこれ巨助のバカで行かれるっすよね。強い。さあからの、これでも今回の戦い方は結構あれかもね。巨助あんま出さずにゴリゴリ高回転クエイク説あるな。あ、これデリバリー振ってくるかな。おい、さあデリ立て戦ウッド硬いね。同じようなやつらが骨が来たっすね。骨が、まあこれは相性がさすがにいいはず。うん、次俺が、あ、でも施設温存したのか。相手温存したのちょっと嫌っすね。いたーい。まあさすがにこれはまあインフェ。いや、温存するっすね。すごい。で、まあ、デリもあるのか。さすがに攻めでね、ウッドはね、怖いっすよね、ちょっと。さあ、まあ、削り。これでスケバレ落下落ちるのありがたいっすね。ホグクエイク、まあこれしとけばさすがに負けないかな。あ、でも相手の防衛方法うまい。あ、でも入ってる。そう、もう結局回転がね。いやー痛い。まあインフェかな。一発これ殴れんのかな。一発、あー入らない。これ相手ロケもないので、マスケ相手の同サイドでいいっすね。もう鉄壁とかも守りだけ考えとけばいいことに気づきました。まあ、一つ嫌なのはゴルナイのダッシュ野郎ですね。はい、マジでゴルナイのダッシュ野郎だけ気をつけて。よいしょ、これは美味しい。これも削りです。はい、いや、いいよ、いい感じになんかなんか相性がいいな。ただただそれだけ。マジゴルナイダッシュ気をつけないといけないね。キョスケ、スケルトンマスケとか辿ってあいつら走ってくるんで。さあ、これも湿気大砲置いて。守るよーって。でもあれ走ってくるのだけ嫌なんだね。あと、クエイク打っときゃいいんだね、僕。ほんとに。クエイク打っときゃ、これ。削り。たまたまなんか、ルート行政しろ。さあ、まあ、さすがにこれは。うん、やばい、大ピンチに見えて全然守れる。なんで回転早いかんな。さあ、いや今のでも耐えれるならもうね、何にも負けないよねっていう。知らんけど。さあ、走らないでの巨助置いとこう。巨助置いとったら一旦走れないの強いね、これ。さあ、これ大きいよね。これ多分ね、ハイスピで守れるからね。これズルなんですよね。そう、でもクエイクで削って、ちょっと巨助邪魔だなーって。セミウッドまでやっちゃうとね、負け筋ですよね。はい、まあ、これ止めて、あんてスケファイスピの完封ミスった。そう、オーケー。いや、枯渇とか引いたらこれやばいね。めちゃくちゃ相性いいね、多分。そう、スケファイスピでバレル完封も一応できるんで、ツツンってね、あの出すやつですね。そう、ちょっとミスっちゃったんですけども。さあ、ナイス。さあ、ということで今日は巨ホグですね。まあ 2.6 ホグっすけどね、中身はね。そう、マジで巨助の良さもありましたし、クエイクの良さもありましたし、まあマスケもなんかちょっと前に強化されてね、はい、すごい強いんで、いや、めっちゃ使いやすかったっす、これ。ガチで今まで 2.6 ホグ使ってた人も、ぜひこっちの方とか、ホグ使ったことない人でもね、マジでこれホグデッキですけど、ホグじゃないので、本当に使ってみてください。めっちゃ強いです。使いやすいです。はい。ということで、終わります。よければチャンネル、高評価もね、お願いします。では、お疲れ様でした。またね。